優勝戦五号艇の山本浩二選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は二コースからコンマ一二のスタートで二着。優勝戦に勝ち上がってこられました。今節なしの仕上がりなんですけれども、いかがでしたか。そうですね。まあ、やれる勢いは。 全てやったと思います。はい、全、は、検、い、日はチルトを跳ねた割に伸びないなとおっしゃっていました。けれども、予選道中でシャフトの調整などもされてました。そうですね。はい、はい、その後の足の変化というのはどうですか？上積みはありましたか？まあ、30%以上の感じはあります。はい、弱、はい、の方がまとまっていますが、特徴としては回り足型ですかね？う ちょっと伸び型に叩いてるんですけど、はい、プロペラははい、はい、なかなかこのエンジンの素性でその反応というのも違いますもんねそうですねはいしかしながら優勝戦久々に地元で乗ってこられました枠は5枠ということになりましたコース作戦面はいかがお考えでしょうかまあ5コースからいきますはい、はい、展開をつけるようにとまあうちの人が、はい、<laughs> すごく出てるんではい だちょっと無理かもしれないです。いえいえ、はい、スタートの方がちょっとばらつきがあるんですが、これはどうですか？まあ大丈夫です。スタートについては大丈夫はい、わかりました。今年はこれが2回目の輸出で、4月のナルトに続く2回目の優勝がかかる1戦です。ファンの方に一言お願いします。まあ、久しぶりに。乗れたんで頑張ります。